トスティエクストリームゲームタックバトル。お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっとね、相手がね、そうっすね、動きとしては悪くなかったですもんね、ラグズ。そうですね、悪くはなかったと思うんですけど、まあ、なんとか一旦耐えしのぐのが限界でした。よし、いやーって感じ。マジで強い。こっちも強かったけど相手が強い。ちょっとうわマジかと思って、ね、いやさすがに無理だったな。あれはよくあそこからまくったよ。一旦だけ、一旦だけ、一旦だけまくれたから。ファーストステージ全て終わりまして、獲得賞金可能金額が20万円。なのでファイナルステージは進出です。はい、はい、まずですエクストリームカードの有無、はい、どちらにしますか。ありでお願いします。ありで、はい、ありで。ポンコツラーメンはエクストリームカードありでのバトルを選択。そしてじゃあ行くのはどちらでしょうか。もう一回行きます。たぬきさん、はい、なぜたぬきさんが行くんですか。僕がもう確実に賞金を取って、ちょっとドーグラスへの恩返しを含めちょっと頑張りたいと思ったからです。そうですね、最後は絶対勝ってくれると思うので信じて託したいと思います。賞金を獲得してポンコツを出したいってことでしたけど。そうですね、ちょっと不甲斐ない結果になってはいるんですけども、まあ、ファイナルステージで進められたということで、もうここは着実に1勝を取って、もう賞金を持ち帰りたいと思います。そんなタヌキが使用するデッキは、プチフェヌルと契約した天気役デッキを使用します。このデッキは、主にグランウォーカーメタのホーリーサインと創生のグランストーンを使用して、グランウォーカーデッキを遅延させつつ、ターン最重のリフ戻すとかでフィニッシャーで決めていくデッキです。なんで今回このデッキをファイナルに持ってきたんですか。そもそも最初からエクストリームカードありで決めてた時に、普通に1対1勝負してもエクストリームカードは絶対超えられないので、自分が好きなメタデッキでちょっと相手を遅延させつつ勝利をつかめたらいいなと思って、このデッキを選択しました。賞金獲得してこそ、はいはい、ポンコツ脱却ってことですけど。そうですね、ちょっと終わり良ければ全てよしって形で、このデッキで絶対勝ちます。そして賞金40万円をかけて挑むラストバトル、ファイナルステージ。今回立ちはだかるガーディアンは、ピヨピヨさせてやる。黄色のガーディアン、掛川渚。今日私がファイナルに持ってきたのはプチフェニルを使ったグッドスタッフデッキです。もちろんやたらとパワーカードと呼ばれるものを入れただけではなくて、もちろん黄色のガーディアンで、契約もプチフェニルなので、まあ、いつものウィンレットでドローを進めたりだとか、プチフェニルがデッキを表向きにして効果を発動したりするので、表向きの時にドローしたらバーストを発動できるカードだったり、ドリームブースターの巡る光で追加されたカード、マソンプリズンとかブリザードウォールで防御面を厚くしたりだとか、新たな仲間をたくさん呼んでおもちゃ箱みたいにして今日は持ってきました。今回バトリさんが1勝で、トキさんが1勝っていうことは、最後は私が勝つ。タグした、ありがとう。ありがとう、頑張ってくるわ。勝ってこい、うん。おかげでいい成績を残して周りの人を見返したくて今回応募しました。この前神戸 CS を4人で行ったんですけど、僕とドーグラスだけ予選抜けできませんでした。やっぱ予選抜けれるか抜けられないかっていうのが大事で、お前成績いくつだ、一番低いよなっていじられて静岡勢の人にもう落ちこぼれ扱いされて、負けたくないですし負けられないです。なければ
フラッシュはないです。こちらもフラッシュありません。なし。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ブロックできない。ブロックできないです。出しないです。出しないです。2点で。ありがとうございました。いや、よかった。いや、マジで。よかった。まあ、タヌキの方から誘ってもらって、機会があれば出てみたいと思ってたので、ソフケースで平日のもう仕事終わり、もう2時間でもいいんで、常に練習をしている状態です。一緒に練習してきて、まあ、着実に上手くなっているプレイヤーだと思うので、特にアテナデッキ、鬼神デッキを得意とする方なので、まあ、今回色一色部屋はちょっと彼にも絶対勝ってもらう部屋として頑張っていただきたいです。はい、フラッシュあれば、うん、こちらフラッシュはないです。はい、こちらもないです。ない、決まりました。ありがとうございました。これでラストアタックになるか。こちらフラッシュはありません。ない。こちらもないです。はい、ではライフで決まりました。ありがとうございました。よし、ここでいやエクストリームゲーム勝ったからっていうと言えるようにしたいと思います。エクストリームカードありで勝つっていうのが一番の目標だと思っています。勝てば賞金40万円、負ければ賞金はゼロ。代表者により一発勝負です。それでは参りましょう。エクストリームゲームタッグバトルファイナルステージ、先攻火のガーディアン掛川渚、後攻ポンコツラーメンたぬきさん。ゲートオープン、開放。お願いします。では先行いただきます、はい、スタートステップコアがないのでファイナルステージ、まさかのミラーということで、はい、そうですね。今流行りのプチフェニルグッドスタッフというデッキタイプでしょうか。なるほど。でプチフェニルの効果使って、はい、デッキを1枚表向きにします。でカウントプラス1。たぬきさんも予想してたんですかね。これをして1枚表向きでデッキの上に戻します。このままどちらも同じ読みだったってことですか。はい、ですかね。でバーストセットスピードが見えている。はい、アタックステップないのでこれでエンドステップでターン終了です。はい、じゃあスタートステップ。この辺で差が出るかもしれないんですが、プチフェニルの採用枚数が木のガーディアン掛川さん1枚に対してユーザーさん3枚投入してますので、うん、これが揃っちゃうと速度の方はユーザーさんが速い可能性はあります。なるほど。5ステップ、はい、プチフェニルを出します。プチフェニル効果を使います。はい、1番分でラバンダーとでカウントプラス1、はい、ラルバンガード、はい、落とします。違うのがラルバンガードがいい。はい、で、ラブレットで三軒茶ホルビス、はい、ホルビス、ザ・ホルビス、はい、ここで1枚止まる。はい、こちらも三軒茶ですね。はい、ララバスセットで、はい、1枚の効果使います。1枚止まる、はい、ジークグリデンが見えた。うん、これでアタックセップあります。はい、ホルビスにアタックします。はい、ではフラッシュでプチフェニル使って、はい、もうすでに表なんですがカウントプラス1、はい、1枚ドローして1枚上に戻します。はい、そのままイスフィールを戻します。はい、フラッシュこちらはないです。こちらもないです。じゃあ1点で1点、はい、ライフで受けてバースト、はい、ジゴトゥール開けて、ジゴトゥール、でドライフ現象をコスト支払わずに召喚します。はい、でこのターンの間相手のスピリットアルティメット全てを BP マイナス2万し0になった時にデッキ下に戻します。こちらに魂状態宣言で、はい、これを見せていきます。はい、いや強いな。ターン終了で、はい、はい、いただきます。スタートステップコア、ただサラチになりましたので、はい、プチフェニルの効果使います。ファーストをしっかり伏せていますので、はい、何かしらのカウンターがあるといいんですが、カウントプラス1、おー制限カード、はい、そして持ってますね。1枚上に戻します。はい、イスフィールに戻します、はい、でバーストセット、はい、このコストでゲーマジン召喚します。はい、ここに使
くより黄色を緑と白の方でブレイブします、はい、緑白黄色これでもしバースト自業トゥールだった場合は止められる。これでアタックステップに入って、はい、自業トゥールでアタックします、はい、一応レベル1から、挑戦名は持ってます。ラッシュタイミングでプチェンが使えます。ちょっと持って状態に反発して持って状態のフリーで使えます。フリーでプチェンを使います。はい、何が出てきたからちょっとそれがダルバン。はい、なるほど、ダルバン使います。ダルバン、ここのダルバン強いですね。そうですね、はい。で、フラッシュは、ないです。プチェンを使って、はい、フェンレットで。お、強っ、フェンレットで、フラッシュないです。フラッシュこちらもないです、はい、じゃあブロックでアルバンなどブロックします、はい、じゃあブロックされた時に下から1枚ドローします、はい、ライフ削られる場合ならドローを入れます。こちらもないです。じゃあそのまま破壊で、はい、破壊します、はい、破壊時のバースト、はい、リングコス、ウォーカードをこちらに召喚します、はい、でそうした時、その後自分は一旦2枚ドローして1枚発見のタイミングでウィンデックの効果で、はい、表向きのこのカードをドローするとき下から1枚ドローします、はい、強い、これが強いですね。で1枚発揮します。パラフォーリフォームで来た時トラッシュに2色以上のカードがあるんで、2色以上ある、これで今ステップで短縮します。素晴らしい、はい、じゃあスタートステップ、ファーステップ、ローステップ、はい、いいですね、 いい動きでしたね今、はい、チェーンの効果を使います、はい、これ1枚分でソンプリズムで、はい、ソンプリズムプラス1して回収で、はい、で上に戻す効果をウィンレットを戻します。やっぱりここはウィンレットだから、監督が増えた時押さえ掘るんですよ。つながりますね。トレミス召喚した時に、はい、ウィンレットを上から引く時に下から1枚戻します、はい、4コストを赤として扱って3コストでオプションドロー使用します、はい、お買いで1回2枚ドローします。関東2以上の時1枚ドローします。はい、3枚ドローどんどん手札増やす、はい、バーストをセットします。はい、チェーンの効果使って1枚組んで見れて、はい、アタックステップ入ります。はい、しかしあんまりアタックすると相手のカウントも増やす手伝いもしてしまうので、ここは終了で、そうですね、はい、ここはアタックしない、はい、あとここはドロー、チェーニルでオープンします。はい、チェーンプラス1、ここにもフォールダウンモード、はい、ちょっと久しぶりに見た、はい、これでアタックステップ入って何もせず、はい、エンドステップで短縮します。ここは、はい、じゃあ頑張ります。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ陣、ドミネットの効果で、はい、表向きのカードをドローするとき下から1枚ドローします。はい、チェーンの効果を使います。はい、1枚オープンで。アタックステップして、何かえます。はい、ドミネットを戻します。はい、分けてきて、1コストでドラバンドを確定します。ここはウィンデット確定陣で1コアで1枚ドロー。だから赤、青、緑で3個3経験を使用します。これで1回1枚、これミラーじゃなかったら相当生きてきたんですけどねそうですね、お互いグランウォーカーネクサスないので5コスト、4コストで赤と、前職経験で2コストでネクサドローを使用します。一旦に1回同盟で2枚ドローします、はい、その後、デッキの上から1枚オープンします。結構表示なので、赤のカード、赤のカードじゃないので、で上か下に戻すので、はい、デッキの下へ戻します、はい、ただ下に行きましたね。これでタックステップ入って何もせず短終了で、はい、いただきます。スタートステップ、コア、ドローを、プチフィニルの効果使います、はい、1枚オープン、はい、カウントプラス1、ドローをしてちょっと微妙ペガサティ、はい、ではバックステップ入って何もせず短縮します。なるほど、ドローステップ、ドローステップ、ユーザーさんかなりチャンスが戻ってきたか。ラルバンダード、このラルバンダードでかいですね。ラルバンダード回収して、ここは当然回収してウィンレット、ウィンレットを回収します。はい、だからエクサドロー使用します。なるほど、ここで単に1回同盟で2枚ドローします。はい、この時、ウィンレットの効果で下から1枚落とします。これで絶好表示が戻ってきました、はい、ここで、その後1枚オープンして五輪祭なんで上か下なので、こっちの上で選択します。はい、3コスト1コストでウィンレット召喚します。引きに行きますか。召喚時も回収しています。はい、大丈夫です。下から1枚ドローで、は
ならここで召喚時効果でバーストも要する。大丈夫です。はい。使用の効果で1枚また回転します。はい。バーストを張り替えて。はい。チップリベイ。スイープリベイ、複数ブレイでした。チューニング。2枚目来ましたね。使いしました。はい。ビーイング装置返しました。表向けない、表にしてカントパスして、チャットで。で、上にウィンドウを出します。はい。これでアタックステップ入って何もせず、最大の準備を整えてターンを返したというところでしょうか。そうですね。次のターンに動きそうですよ。ピチフェニルの効果使って、はい、1枚持って、はい、カウントプラス1、スルーして、はい、1枚上に戻します。スフィール上に戻します。はい、スフィール上に戻しましたね。チケイリン1コストで古代神殿をミラージュでセットします。はい、アタックステップ入って何もせずターン終了します。はい、ターンもらいます。はい、フォアステップ、ドローステップの時にユニットの効果で下から1枚落とします、はい、で、ユニット召喚を貯めます1コストでユニット召喚します、はい、召喚時効果使います、はい、下から1枚落とします。で、一応マストがあれば、はい、チェーンの効果、こっち側の使います、はい、1枚分で、ミズで水は上に戻して、手に加えて、ミズで落とします。はい、ボーリーサインを使用します。はい、下から1枚ドローで、はい、ボーリーサイン、自分のライフが5以上なんで、一応相手のネクタスとグランウォーカーネクタスのシンボルは0で効果を効かせません。はい、さあしかしカウントロックですが、ね、はい、こちらグランミステリーというのがありまして、コスト3以下のネクサス、グランウォーカーネクサス全てのシンボル0にするということ、はい、さらに6色のネクサス、グランウォーカーネクサス全ての効果は発揮されない。チェーンの2枚目を使います。プラス1して、それから回収で召喚はなしで、はい、もちろんウィンネットにウィンネットを上に戻します。はい、アタックステップ入って何もせずターン終了で、やはりまだターン揃ってない。スタートステップ、ここはドロー、プチフェニルの効果使って1枚持って、はい、うん、強い、ようやくやっときた。ハントプラス1して1枚ドローします。ドローするとき下からドローします。はい、召喚しないです。はい、ウィンネット戻します。はい、でカウント増えたのでヤルバンダード、はい、チコスト支払って召喚します。はい、召喚した時ドローとコアブ、はい、ドロー効果先使いました。はい、でプチフェニル使ってオープンだけします。はい、大神殿の効果使って1枚ドローします。はい、でその後1枚破棄します。1枚破棄します。はい、ブリザードウォール、なるほど。で、白として扱うので12軽減、はい、1コストで犯されざる聖域、はい、配置します。プチフェニルで表向けにだけします。はい、これでアタックステップに入って何もせず、はい、終了します。はい、じゃあサポを待って、ここはプロステップ実行からウィンネットが下から1枚で終わります。はい、ターンなしでその手が入ります。はい、で、リフレッシュステップ、さすがにこのターンで動きたい。はい、ボリサインでカントパス1して1枚下から上からドローでウィンネットを上に戻します。ウィンネット、ここで手札からラルバンダード提示で、はい、ここで2枚ドローで、まあ、ウィンネットはトップはあれですけど、はい、ここは追加とウィンネットを下から必要なカード引き込めるか、ドローするときはドローステップで使ったので、アナログも使いましたか。そのままチコスト下がってウィネットを召喚します。召喚によるドロー、召喚時効果使います。はい、下から1枚ドローします。3枚のウィンネットがもう見えている。じゃあ、よほど眠ってるんですね。で、持ってみます。はい、ラムで、はい、ちょっとしてこれは一番バレてはいけないカードがバレてるのでは。それだから、サンタスに1コストでホーリーサインまだ引き下から1枚ドローします。はい、一応効果は発揮させません。はい、まだ引けない。嘘。何が引けてないんでしょうか。4コスト、2コストで、ね、召喚時効果使いたいです。はい、大丈夫です。3枚ドロー2枚吐き、ここの3枚ドロー強いんじゃないですか。2枚します。これでこれでさすがに引いたでしょう。はい、手札から12コストです。ついにこの3で決めに来たが、はい、召喚するとき関西中空彩デストジーズ、はい、12コストでマイナス6で残すでデストジーズ召喚します。はい、で一応カウント1につき相手のスペイタルを止めていただいて、敵のもので走行を含む効果で防げません。はい、召喚期待夫です。はい、なので敵の手段でこの3面を召喚時の試験通りましたね。マジン
スマジも一緒に戻します、はい、でプチフェニルだけ魂状態にします、はい、順番この順番でできましたね、はい、いやリケンマジ、はい、一番上に戻しますよそれはそうですねでここまでで終わりましたはいでバストとかも大丈夫です、はい6コスト6軽減で、ね、12コストを、カウントマイナス分するので、12コスト0で紐ごと召喚します、はい、次ルガルド樹海で召喚します、はい、一応召喚事故化が出ましたはい大丈夫です、はい、さああとはアビスアポカリプスやればフィニッシュの形は整えられるそうしてエクストリームカードどうやって超えるかですよそうなんですよ超えた後がありますからねまだチャンスがやってきたが2レッドを受解しますはいアビスアポカリプスブレイブありましたねはいこのターンの間自分のスピリット全てをそのレベルそのスピリットが持つ最高レベルとして使いますはいアタックステップバーストもマジックのせいですベストジーズでアタックしますアタック事故化で一応ブロックされませんはいはい、いや使ってくれとりあえず一山越えたいエクストリームカード確認プチフェニルの効果使ってはいどうぞオープンしてカウントプラス1ドローして上に戻します、はい、では紹介しますラッシュこちらはないです大神殿の効果使って1枚ドロー、はい、キュイネットドローするときに下から1枚ドローします、はいメガブランストーン発揮します、はい、フラッシュこちらないです、はい、フラッシュでフェニルをめくります、はい、フラッシュこちらないですフラッシュでリビが3万10003万1000です、はい、Sフィールのアクセル使います、はい、相手のアタックステップの間アクセルのコストを3にするので3コスト支払います、はいこのターンの間相手のスピリットアルティメット一体を BP マイナス1万する、はい、でこれを2回発揮しゼロになった時に破壊しますここに2回発揮して、はい、まだゼロではなってないのでそのままでこの効果発揮後手元に置くまたは1コスト支払って召喚するなので、はい1コスト支払って召喚します、はい、シンボル立たせた、はい、で、フラッシュがあればフラッシュこちらないですフラッシュはいアプにもコールダウンモードを降臨します降臨時も使いたいですだから、はい、カシウスカシウスのやりしたねこの時にちょっとコアのキャットを考えますはい遅刻者でコラを取りますはいここで相手の効果を発揮せずにコアリングをはいで消滅します、はい、フラッシュこちらはないですでこちらのフラッシュで3コストを持ってましたねこれは素晴らしい残ってるので、はい、ここにマイナス1万を2回発揮してゼロになった時に破壊したいですじゃあそのままかけこれにしのいだ当てのあったんで破壊で、はい、でアビスアーモンアタックしている状態で残します、はい、で手元に置くか1コストチャーラって召喚するんですけどここはないので手元に置きます、はい、で、フラッシュを破壊しますあそっかちょっと計算くれましたか残した後のフラッシュある残したここは残すべきではありませんでしたが残してしまいましたフラッシュないですマシこちらもないです1点ですライフで受けて1点もらったぞトラッシュから提示、はい、トラッシュにあるこのカードは相手の効果を受けない、はい、でゲーム1同盟で相手によってライフが減った時に自分のトラッシュのコア全てをリザーブに置くことでコストを支払って直ちに使用します、はいレザーが強い効果ですね、このシンボルが消えてるので、はい、コスト支払って、はい、使用します、はい、で次の自分のエンドステップまで私のライフは、スピリットアルティメットのアタックでは1しか減らないですこれやばいんじゃないで、トラッシュから使用していたので除外します、はい、では続けますあと1点、はい、ラルバンダードでアタックでアタック時効果でレベル最大になってるので、カウントボイジの時に相手のライフ1個ボイドになってます、はいないです。フラッシュないです。視線で。で、ライフで受けて提示を考えます。提示がある。で、ソープリゼン使います。はい、ライフ減った時にコストを支払わずに使用して、相手のスピリットアルティメットの値を相手が10ヒロさせてください。はい、相手が10ヒロなんで。選べないんですね。はい、なるほど。これ、ビヒボロスを指定できたら強かったです。そうなんですよね。はい
ヒロ状態10ヒロしたときにトラッシュを3枚除外します。はい、カシウスとアビサバからカルスを、はい、お願いします。はい、はい、失礼します。この3枚除外でお願いします。はい、3枚除外で、ファーストは大丈夫です。はい、何もなければ最終の、はい、開きました。吐き戻すのアタック、ここは使うしかないですね。はい、フラッシュで、はい、エクストリームカードを使います。はい、断絶のエクストリーム、はい、このカードは自分のターンでは、使用できず効果発揮後ゲームから除外されます。はい、相手のスピリットアルティメット全てを披露させる、その後効果発揮中の相手の効果全てを無効にし直ちにこのターンを終了させます。はい、で順に披露で、はい、タッチのポジションターン終了なので、このターン終了です。はい、ターンいただきます。スタートステップ5は、ドロー、はい、するとき、下からドローします。はい、プチフェニルの効果使います。はい、オープン、アカウントプラス1、はい、デストジーズ、はい、落とすのはウィンレッド、はい、古代神殿の効果使ってウィンレッドをドローします。はい、で、1枚破棄します。1枚破棄、はい、破棄するときにペガサティの効果 で、木のミラージュの効果でトラッシュに置かれたときコスト5として扱い、バースト条件を無視して発動します。発動したいんですが、スピッツあれば、だからスピッツはどうかせんねんで、はい、コスト払ってこれ、撃はできないんですけど、はい、召喚したんで、撃して2個、はい、あ、なるほど、これでレベル3になりますね。はい、になります。はい、じゃあ、トラッシュから発動してトラッシュにあるので、そもそも破棄はされない状態なので、はい、バストを発動して、はい、レベル1、2のスピリット1体ずつと3、4のアルティメット1体ずつをデッキの下に戻し、下から1枚ドローします。はい、強制効果なので、ラルバンダーで、はい、ここ、敵の下に戻します。ラルバンダードできましたで、はい、で、ドローします。ラルバンダードと敵戻す、で、この効果発揮をコスト支払わずに、果たしてラルバンダードを処理したと言っていいんでしょうか。なるほど、4コストでゲンマジン、はい、ブレイブします。それちょっと強いかも。1A で2コストでウィンレットを召喚します。はい、召喚でドロー、召喚時を使います。どうぞ。はい、敵の下から1枚ドローします。はい、バースター召喚時のバーストはなしない。はい、わかりました。ビヒモドス召喚するときに、カウント1につき、このカードのコストマイナス2するので、はい、ゼロコストで召喚します。はい、召喚時効果を使って、はい、カウント1につき BP3 枚以下のアイテムスピリットアルティメット1体を破壊するので破壊します。はい、で、召喚時使いました。バーストはないです。ない。はい、またフルケーニングで、はい、デストジーズ召喚します。バースターあれば、そうなしに。はい、さあ、しかし相手は6点、まあ、おそらく防御札引き込んでますからね。そうですね、全部付け替えます。はい、アタックステップに入ります。はい、リーサルの形、打点揃えるは揃えました。はい、あとは相手が防御札あるかどうか。引き戻しでアタックします。はい、下に入れて、勝負に進めます。はい、これライフは1しかないので、さあ、打ち消しはなければ、はい、フラッシュはないです。なし。下に入れ、はい、プチフェニルで効果使います。はい、で、1枚を取り、はい、で、カメマス1、なるほど、で、1枚を落とします。このまま上に、天の子大神殿を上に落とします。はい、その時のバーストと定時と考えます。はい、定時でカウント増加の時にチコスホルミスを召喚します。ここから1枚でカウントをします。はい、で、フラッシュあれば、フラッシュないです。こちらもフラッシュはないです。はい、BP が1万6000です。じゃあ1点に入れていきます。はい、手札定時考えます。手札定時もないです。はい、ない。なし。で、これ以上は各所攻撃で減らない。はい、減らないです。これでエンドステップでターン終了します。さあ、ターンを返した。帰りましたね。ラストターンになるか。メッシュステップ、メッシュステップで、こちらの効果を使います。はい、1枚オープンで、1枚キャラを回収して、1枚置きます。で、神殿で、はい、D 字はなしで、はい、上手に開きます。はい、で、自分、カウント6以上なんで、直ちに発動します。はい、で、直球度走行を持たないウィンネットをデッキに押し上げます。先下に戻ります。はい、バーストをセットします。はい、3コスト、2コスト、2ゲームのコストでプチフェニル召喚します。はい、と赤と黄色で1コストでラルバンダードです。さあ、ラルバンダード
アタックセットの効果入ります。アドバンダードやタックでアタック自己化でカウントボイドなんで1点ボイドに置きたいです。ボイドに置きます。決まりました。長い戦いでしたけども、いかがでしたか？はい、めっちゃ疲れて疲れたんですけど、ちょっと一番最初のちょっとジゴトゥールを踏んだのが間違いかなっていう場面から、ウィンレットとかがドローソーがつながって、ちょっとお互い硬直状態の中、ちょっといい、その後はいいプレイングができたかなって思います。なるほど。さあ、掛川さんはいかがでしたか？はい、その開いたジゴトゥールをアタックしたところから間違いが始まりエクストリームカードまで使ってしまって、ちょっと今日は全部反省だなと思いました。賞金獲得となりましたが、木山さんいかがでした？勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ先ほどね、ご自身でミスがあったんじゃないかっていうところもいろいろありましたけども、まあ再構築して見事勝利を掴んだということで、もう本当におめでとうという言葉しかありませんね。本当に素晴らしかったです。はい、はい、素晴らしいバトルありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんを見返したいっていうふうに事前 VTR で言われてたと思うんですけれども、はい、その皆さんに向けて一言お願いします。はい、もうポンコツなんて言わせない、頑張ったよさあ、ということでゴールデンカードお持ち帰りください。本当におめでとうございます。ありがとうございました。マジでナイス。勝った。マジでよかった。勝った。マジで。よかった。よし。ナイス。いや、マジで緊張した。いや、ミラーさすがに予想してなかった。俺もしてなかった。頑張った甲斐があった。頑張った甲斐が、練習した甲斐があった。本当です。はい。見事、賞金40万円獲得です。あれ、よかったです。どうですか？もうこれ、もうめちゃくちゃ嬉しいです、本当。もう一緒にドーグラスと出れて、もうなおかつ賞金も獲得できて、エクストリームカードを超えて勝てたっていうのがもう一番嬉しいです。自分の私人生の自信とします。僕もバトルスピリッツのやってきた中で一番嬉しいことだったので、本当に嬉しいです。最高です。静岡勢見返せそうですか？そうですね、もう見返せたと思います。ちょっと静岡に持ち帰って自慢します。お疲れ様でした。ありがとうございました。ポンコツラーメンファイナルステージ突破で賞金40万円獲得。バトルスピリチュアル。前回早井さんの好きな女性のタイプとか見せていきたいんじゃないですか？モアさんの質問で話は新井さんの恋愛事情に。今週は新井さんのパーソナルな話が聞けちゃいます。昔のね、初期のガーディアンの中で、はい、その付き合って結婚するんだったら誰が一番いいんだっていう、臼井さんが来た時にね、その話しらっとしたけど、はい、新井さんは絶対に浮気するっていう話したんだよ。しないわ。新井さんは男から見るとそういう感じ。いや、新井さんはね、でもね、はい、カラッとしてるのよ。なるほど。なんか、うん、もう本当プレイスタイルと一緒。するならする、しないならしない。うん、ネチネチしないの。あ、でもそれでさっぱりされてそうだから、本当の彼女も、しっかり大事にしてあげるし、しっかり浮気するって。ねえそんなイメージですけどね。はい、とんでもないと思ってますねよくそこまでその中でのね、はい、好みですって。あ、好み、その中でのおかしいですか、おかしいですか。あ、でもやっぱり女性の3次元の話ですよね。3次元の話ですね。3次元だったら、そもそもなんか、はい、あんまオタクって感じしないですけど、おー、どうなんですか？めちゃめちゃって言ったら、まあ、やっぱ上には上がいるんですけど、うん、ベースはオタクですね。声優をやろうっていうのってありました？同年代ですよね。はい、いなかったですか、周りに？オタクはいたけど、やっぱこの声優さん
があんまり前に出てない時期じゃないですか。あーでもそうかも。学生時代でも僕らが高校ぐらいの時には歌を出してる人だったりとか、ちょこちょこね、ちょこちょこいらっしゃったりとかして、やっぱ自分で調べないとなかなかたどり着かないかもしれませんね。いやそうですよね。僕実家の環境で、ケーブルテレビが家に導入されてて、で、キッズステーションとか、うわアニマックスが見れたので、やば、多分同年代よりも触れる機会めちゃめちゃ多くて、すごいエリートだ。そうもうとりあえずつけたら絶対何か24時間アニメやってるみたいな感じだったので、だからちょっと自分の世代じゃないものも見てたし、なるほどね、同年代も高校ぐらいの時になってくると、やっぱそういう友達も増えてきて、はいはい、でそこからなんか自分でアルバイトとか始めて、パソコン買ったりとか、はあ、でライトノベル買ったりとか、うわやってる、いろいろですね。オタ活してるわ。してました。でもオタク寄りだな、だとしたら。そうですね、すごい、うん、なんかサッカー部爽やか、そうそう、学生生活してそうな、スポコンな感じのイメージあるけど、大賛辞ましたけど、放課後は生徒会室に集まってカードゲームやってました。生徒会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 の友達が行って、はい、使わせてくれて、そこにタブロしてみんなでガンダムのカードゲームで遊ぶみたいな、あそうなんだ、時代でした。それぐらいの時期に、はい、高校生ぐらいですが、初めて深夜アニメっていうのを見て、ああめっちゃ可愛い女の子たくさん出てくるって感じ。うわ、そっち行ってるわ、ちゃんと。ちゃんと通ってますね、素晴らしい。だ三次元の好みってことです。はい、ああ、なるほどなるほど、帰ってきた。帰ってきた。やっぱ向こうからたくさん話しかけてくれる女の子好きですね。ああ、なるほどね。かまってほしいタイプ。うん、なんか話題振ってほしいんですよね。ああ、なるほどね。なんか、たくさん僕喋れる方だと思うんですけど、自分から話題振るのちょっと苦手で、ああ結構全部自分の得意な方に持ってっちゃいがちだから、なるほどね、なんかしょうもない話でも、ねえねえ今日こんなことあったのみたいな、え、なになに、ああ、何何がしたいんですよ、なるほどね、聞かせてっていう、ああそっから話広げたいっていうことなんだ、なるほど、できるそういうの。私ですか、うん、人とのパーソナルスペースすごい考えながらやってるタイプなので意外とそうか、なのでこの人はどこまで行くべきかを計算して、うん、もし来てほしい、来てもいいのかなって人だったらかまって、さすがなんか接触イベントやりまくってるってあるな。そういう言い方しないでくださいよ、うん、違いますよ。まあちゃん確かに聞き役っぽいよな。そうですか。でもすごい仲良くなったらずっと喋ってますよ。あ、そうなんだ、はい、いい、とってもいい。なるほどね。見た目は見た目は最近なんですけど、キャラではポニーテール好きなんですけど、うん、実際はショートヘアが好きです。そうなんですね。3次元だとどれぐらいのショートの話してますか。でもこの輪郭をこう、この辺ですかね、うん、これぐらい結構じゃないですか。肩つくボブよりはちょっと短いぐらいが、うん、結構なんかアクティブな感じがして好きだなみたいな。なるほどね。髪が明るくてみたいな。ああ、意外。どっちにせよあれだね。この辺にあんま毛がない方がいい。確かに。確かに確かに。リリカレムもまあこの辺切ってまはいますかね。言ってるとこ以外は。そうですね。バッサリって言うんですかね。正直あれ不思議な髪型だよね、多分、ね。そうですね。後ろだけ長くてここは短いみたいな感じになってると思うんで、ほどいたらね。ロングウルフみたいな。ね、ウルフだよ。ウルフみたいな感じになってます。あ、30超えてくらいからそのアニメキャラとかのギャルが結構好きになってきて、わかりますよ。そうなんです。非常に上がります、うん、昔はそうでもなかったのに、なんなら怖いって思ってたけど最近ギャルの方がいい。そうなんだよね。ギャルがいいんですか。でもね、ああいうギャルって存在しないんですよね。いかないんだ。アニメに出てくるギャグリアルでいないです。そう、うん、三軍男子に明るい今流行ってますよね。うん、カースト上位にいないっていう、そう、降りてきてくれる子みたいな。現実のギャルはみんな下げ損でいるから、やっぱりそんなこともないです。いや、そんなことあるないです。話がめちゃくちゃ盛り上がったんですけど今日のスピリチュアルはここまで。変なとこで終わってるな。さあ、そんな岩井さん、月野さん、新井さんがプロデュースするカードが収録される、うん、2025年春頃発売予定の D-BAR ブースターテンスアフターパーティーを皆さん楽しみにお待ちいただければと思います。お願いします。お願いします。さあ、今週はここまでです。はい、それでは皆さんごきげんよう。バトルスピリッツとウルトラマンカードゲームのタイアップが決定いたしました。すごい。
あの円谷さんから出てる、うん、そうウルトラマンカードゲームですよね。そうなんですよ。企業を超えたタイアップってことですか。そうなんですよ。めちゃくちゃ珍しくないですか。非常に画期的な取り組みですよ。えすごい、すごい素敵な取り組み、うん、そうなんですよ。早速タイアップ内容見ていきましょう。こちらです。はい、ほうほう、はい、丸1ボックス購入特典追加情報紹介。ほう、はい、丸2ウルトラマンカップ2025最新情報。あらで3コラボショップバトルが特別版に。あらあらあら、以上3つの情報をお持ちしました。全部気になる。なんて言えばいいんですか。もう気になりすぎて言葉が出ない。もう慌てない慌てない。さあ1つ目からいきますよ。はい、はい、まず丸1のボックス購入特典追加情報についてです。はい、12月28日土曜日発売のコラボブースター、うん、ウルトラマンイマジネーションパワーのボックス購入特典では、はい、ウルトラマンイラストを使用した汎用マジックカードが全5種からいずれか1種同梱されるんですが、はい、なんとタイアップ企画としてこちら、ウルトラマンカードゲームのプロモーションカードウルトラマンゼロも同梱されるんです。あ、そういうこと。あら、え、はい、すごい。え、いいんですか、ウルトラマンカードゲームがプロモーションでこっちに来たって。そうなんですよ。これどっちか一つじゃなくてどっちも手に入るんですよね。どっちもですよ。すごい。またイラストもかっこいいったらあれしない。まあね、このチャンスにね、ぜひボックスを購入してゲットしていただければと思います。そうですね。さらにボックス購入特典情報はこれだけじゃないんですよ。まだあるんですか。はい、1月に発売されるウルトラマンカードゲームのブースターパック第2弾、ほう、吹き荒れる赤と青のボックス購入特典として、うん、ウルトラマンカードゲームのイラストを使用したバトスピの再力カード Z の師匠ウルトラマンゼロの同梱が決定いたしました。なるほど。じゃあこっちはバトルスピリッツで使えるウルトラマンカードゲームのイラストってことなんですね。なるほど。すあーすごい。このゼロ師匠もかっこいいっすね。かっこいいね。両方楽しめるよ。これでこれがタイアップか。素敵だな。はい、ウルトラマンファンならいずれの商品も見逃せないと思いますので、もうぜひゲットしてください。ぜひぜひ。はい、続いてのタイアップ情報いきましょう。はい、まだある。丸2ウルトラマンカップ2025最新情報についてです。まあ、すでに開催を発表しているウルトラマンカップ2025の続報です。お二方、はい、どんな続報だと思いますか。え、ウルトラマンカップですよね。そうだよ。あのゲートオープン開放ってした瞬間に、うん、ビーッ、残り3分ですって3分タイマー置かれる。あ、なるほど。みんなにカラータイマーが配布されるってことなんですね。そういうことだね。あ、なるほど。3分間で決着をつけてくださいって、はい、そういうことでバカ野郎。あ、違うんですか。できるわけないでしょ。いいと思ったのにな。下手したら先行だけで終わっちゃうじゃん。あ、確かにそうか。本日は大会の詳細概要をお伝えします。こちらです。さあ、なんとですね、はい、今回はコラボ限定の公式大会では初となる関東開催の2会場での開催です。今まで東京だけだったじゃないですか。そうですよね。でもずっと他のとこでもやってほしいなみたいな声が、ね、ありましたもんね。確かにあった。そうですよ。関西の皆さん、お待たせいたしました。ついに関西でやりますからね。1月18日土曜日のウルトラマンカップ2025京都会場はバトスピチャンピオンシップ2024バトルオブリベンジャーズ会場内でのイベントとして開催予定です。なるほど。すごい。すごいですよね。翌週1月25日土曜日のウルトラマンカップ2025東京会場は、おなじみバンダイ本社での開催です。タイアップを記念していずれの会場にもウルトラマンカードゲームの体験コーナーがあるそうなので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。そしてウルトラマンカップではもちろん記念品もありますよ。それがこちら。あら、なんとですね、新規イラストの来たぞ我らのウルトラマンが手に入ります。戦ってる。いや、もうゼットンと戦ってらっしゃるじゃないですか。いや、エモい。エモい。いつもかっこいいんだ、記念品が。ね、しかも新規イラストの来たぞ我らなんてみんな使いますからね。みんな使います。応募受付はバンダイ TCG プラスにて本日の21時より開始し、12月15日日曜日の23時59分まで行います。皆さんぜひ振るってご応募ください。忘れないようにしなきゃ。登録しなきゃ。はい、さらにお二人、はい、とんでもないニュースを仕入れてますよ。何ですか。はい、なんとですね、はい、ウルトラマンカップ2025東京会場開催翌日、1月26日日曜日に同じくバンダイ本社にてウルトラマンカードゲームのイベント、ウルトラリーグバトルスピリッツタイアップ記念カップも開催いたします。なんだって、はい、ってことは2日連続で遊べちゃうんですか。そうですよ、もう2日連続で楽しめるっていうね。盛りだくさんだ。すごい。え、はい、もう
テーマパークじゃないですか。ウルトラマンテーマパークです。ウルトラテーマパークだ。はい。ちなみに会場ではバトルスピリッツの体験会も行われる予定です。あら、こちらではこちらの、はい、そうです。どちらのカードゲームも触れられるイベント、ウルトラマンのカードゲームタイトルが盛り上がること間違いなしですよ。もちろんそう、間違いなし、なし。この機会にぜひね、どちらも楽しんでいただけたらと思います。もうそうですよね。さあ続いて、はい、最後のタイアップ情報いきましょう、はい、3コラボショップバトルが特別版にということなんですが、はい、さあお二方、どんなところが特別版になっていると思いますか。まあ、やっぱりあれじゃないですか。バルタン星人僕と握手じゃないですか。どうやって握手するんだよ。違う、まあ、444だよ。444だ、やっぱり握手。こうやって記念品持ってきてくる。あ、そう、バルタン星人から、ね、それは面白い。あ、ぜひやっていただきたい。ではですね、実際は何が特別版になっているのかお伝えしますね。はい、2025年1月開催のバトスピコラボショップバトルは、はい、ウルトラマンコラボカードのみが使用できる限定大会になります。あ、なるほど、はい、ウルトラカップだけじゃないってことなんですね。はい、限定ですよ、限定。もちろん参加記念品もありますよ。それがこちらです。おー、アークじゃないですか。ソリスアーマー2ですね。いや、いいですね、アーク。はい、バトスピのウルトラマンコラボカードに加え、ウルトラマンカードゲームのカードもゲットできちゃいます。お隣のカード、はい、そうですよ、2枚ありますからね。え、すごい。どちらもウルトラマンアークソリスアーマーがプロモーションカードで登場いたします。はいはいはい、参加するだけで2枚のカードが手に入るチャンスなので、1月はぜひ全国のバトスピ公認店舗にてコラボショップバトルにご参加くださいね。さ、どうですか、時さん、掛川さん、今回のタイアップ。いや、もうだって12月にね、バトスピのコラボ商品発売して、うん、もう1月はもうだってもうテーマに次ぐテーマパークみたいな、もう、そうそう、ウルトラ好きじゃないですか。1月はウルトラマン好きですよ。ウルトラ好きだ、すごい、すごい。影に隠れたバトルオブリベンジャーとかちょっと霞んでしまうかもしれないぐらい。そこはそこでちょっと問題ありますから、確かにね、これも大事だから。すごい、そっちもそっちで盛り上げましょう、うん、そう。あと今日ちょっと情報が多すぎて、1分2分ぐらい巻き戻して、もう一回最初からおさらいしようと思います。あ、皆さんね、シーグバーでこう下げていただいてね、そう、ぜひ勉強し直してくださいね。バトルスピリッツとウルトラマンカードゲームのタイアップ企画、ぜひ皆様のご参加お待ちしております。